お疲れ様です。クロストの龍です。夏です。よいしょー。はい。はい。はい。あ、今日の企画は、はい、今日の企画は、淀川さくらスタジアムへ行こう。ついにですね、はい、初のアウェーですわ。初のアウェー遠征です ね、我らが。あの生配信で決めた、はい、アウェー企画が、ようやく形になった、ね。そうそう、形だって、先月ぐらい、2ヶ月前ぐらいかな。いや、全然前。2ヶ月前ぐらいに生配信で、そろそろ、ちょっと今年はアウェー遠征行こうと。そう、ね。去年から行きたかったけど、なかなかコロナでね、そうね、行くことができずで、今回、どっかに行こうっていうところで決まったのが、セレッソ大阪。よっしゃ、はい。なんでセレッソか覚えてないけどね。まあなんか日程的にみんなといつだったらいけるのかっていうところと、あとは俺のイメージで言うとやっぱスタジアム。あ、そっか。淀川さくらスタジアムがやっぱり距離がね、そうね、めちゃくちゃ近い。そうね。多分日本で一番距離が近いっていうね。スピッチの。本当？本当。まあ、また間違ったらコメント来るけんね。本当です。知らんよ俺。本当です。めちゃくちゃお前ショートで詰められた、お前多分人生であんなにコメント来たことなくない？すごいね、このショート動画が、ね、はい、叩いてください。ショート動画がね、ありがたいことにめちゃくちゃ回っとるね。はい、4万回回ってるということで。いや、すごいね。たくさんコメントもいただいて、ね、なんかやっぱ、しかも情報が間違っとるのの指摘、えぐいけどね、マジで。まあまあ、みんな多分そういうとこは探したい。いや、もうすごい。あら、どんどん探したいよ。でも、すごいよね。いや、でもあれはね、500いいねもつけてくれとったってことは、そんなマイナスの意見じゃない、ね。そうだね。39,500人はいいのも参加ったけど、500人はおっしゃった。そう、めちゃくちゃマイナスや。めちゃくちゃマイナス。率倍低いけど。はい。まあ、そういうとこで。はい。まあでも、スタジアム本当にいい感じで、はい、なんか、スペイン、まあリーガのなんか中堅チームみたいなスタジアム、わかる？ちょっと中ぐらいの。高橋がおったけん。いや、関係はないと思う。いや、おったやん。高橋どこおったっけ、あっちで。エイバルと。エイバルやん、そう。うん、もう中堅やん、中堅。この中堅チームの、なんか本当にちっちゃい、こう、ワイワイできそうなね。サッカーは本当に試合を楽しめそうなスタジアムっていうことで、日本にはあんまりないね。行きたかったね、早く。スタジアムなんで、これ本当楽しみ、7月30日ね。すごい楽しみなんで、ちょっとスタジアムの、まあ、ちょっとセレッソ大阪のね、スタジアムとかにも触れていきつつ、そうね、ちょっとプレビューを、アビスパで、プレビュー、はい、久しぶりにね、プレビューの方も撮っていけたらと思います。はい、まあセレッソ大阪のサポーターさん、はい、まあもし見てくれてたら、はい、まあお手柔らかにね、はい、お願いします。よろしくお願いします。で、なんか、セレッソ大阪でここ行った方がいいよとか、うん、あの、朝行くんか俺たち。朝一行って多分ちょっと昼うろつけるんかな大阪、うん、昼前ぐらいに着くんで。そうね、はい、昼前ぐらいに着いてちょっと昼ご飯でも食べて、はい、ああ、なんか教えてほしい。教えてほしいですね。教えてほしいね。教えてほしい。ここ行ってほしいとか、うんうん、スタジアムのこう近くやったらこの辺にちょっと美味しいとこあるよとか。何食べたい？俺お好み焼きベタやけど食べてみたいけど。食べたいね。やっぱたこ焼きも食べたいし、食べたい。なんか逆になんかあんまり知られてないけどこういうのも有名だよみたいなのがあったら食べたいし、もちろんスタジアムやったらスタグルをね、ね、いろいろ堪能したいなっていう気持ちもあるんで。まだ吉田さんからそのグルメの情報来てないもんね。来てない。あいつサボってるわ。サボってます。こいつサボってます。吉田さん。あいつサボってます。はい。フットサルの時すげえ可愛いジャンプしとったけどね。いやー、あれ見た。あれつつ笑っとったね。あのアラサーかアラフォーかわからんけど。ね、すごい可愛いジャンプしてね。こんなんやったよ。めちゃくちゃ気持ち悪かった。まあね、いつもフットサルとかもねやってるんでね。はい、まあ本当に、はい、あのセレッソさんサポーターさん情報がね欲しいね。欲しいです。まあそういうところもありながら、はい、ちょっとちゃんとしたプレビューの方に入っていきたいと思います。行っちゃいます。はい。なんかでもスタグルで言うとなんか美味しそうなのもあったやったよね。スタグルあったよ、はい、スタグル俺ホームページ全然情報誰もくれんけん、うん、ホームページ見たらセレッソバル、はい、サポーターの中を満たすフードパークセレッソバルがありますと、うんうん、でベーコンチーズエッグがうまそうやね。はいはい、うまそうやね。まあでもうまそうやけど俺、うん、これ見た時にやっぱ、うん、むっちゃんのパクリかな。むっちゃまんじゅう。むっちゃまんじゅう。あるんですよ福岡にも、ね、むっちゃまんじゅうね。渋いよね。あるね。あと厚切り炭塩ステーキとか、ね、いや、うまそうやね。うまそう。めちゃくちゃうまそうや。うん、いや、そのベーコンエッグとかちょっと可愛いね、しかも。うん。うん、
ね、本当に、あ、恐怖お好みバーガーか。いいね、激アツやん。ちょっとナルデアっぽい ね、でも恐怖って書いて、恐怖が入っておけど、ね、まあお好みやけど ね、うん、いやちょっとなんかそのやっぱ実際に食べてないとわからんけん、うんうん、セレッソサポーターさんのおすすめをねちょっと教えて。そうね、これは毎回みんな食べてるよとか、あ、欲しい欲しい、すごい並んでるよとか、なんかあったらぜひお願いします。はい、と僕個人的にはね、やっぱ はい、セレジョ、うん、ナンパしたいと思う。セレジョね、かわいいね。当日ナンパします企画ね、俺カメラで回しとく、あ、それで一本撮れる一本回しとくけ。いや俺マジで大阪弁の可愛いサッカー好きな女の子と連絡でもいいけん撮りたい。いや、しかもあのピンクの可愛いユニフォーム着とったらたまらんよな、絶対エチ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 。いや俺マジで連絡先聞きます、うん、まあいいかい、遠距離。いや俺遠距離、遠距離でも俺大阪行くし、行く行く、はい、なんでちょっと、あの、うん、ナンパさせていただける方よろしくお願いします。まあちょっといろいろ見るの本当に可愛いのかっていうところもね、ちょっとね探っていきたいね。そう、探ろう。はいはい、まあ、ちょっとプレビューの方に、そろそろ入っていきたいんですけど、そう、結構経ったんじゃないの、はい、まあそうそうそう、ちょっと楽しみで仕方ないというところで、まあね、まあ、しっかりプレビューの方もやっていきたいです。はい、まあ、ちょっとあのセレッソ大阪とね、あのアビスパの前回対戦から、はい、前回対戦は0対0のドローということで、そうですね、俺も見返しました、うん、うんうん、なんかあんまり動きがなかったかなっていう感じはイメージ的にあったんですけど、まあなんか両チームともにやっぱりこう、うん、あ、まあ、特にセレッソはカウンターがね、うん、怖かった、あの試合に関しても怖かったかなと思うし、うん、アビスパもまあ決めれるシーンやっぱあったんで、うん、まあ、決めとければって話やけど、うん、まあ、逆に今村上のビッグセーブもあったんで、あったね、あれはあった、うん、まあトントン、まあ、本当にセレッソとの戦いはここ数、うん、まあ、去年もそうですし、うん、割とトントンな試合が多いのかなってイメージですけどね、うん、まあ、でもただセレッソは今現在リーグ5位と、いや、あれから上がったね、マジで調子がめちゃくちゃいいです。いや、めちゃくちゃいい。いや、俺ね、やっぱ思う、うん、俺の思う、やっぱセレッソ今ね、雰囲気多分めちゃくちゃいいいいよね。いや、見よって良さそうやし、うんうん、やっぱその雰囲気の、俺ね、いいとこは荻生監督、うん、ここにあるかなと。いいね、前はね、前もね、あの荻生監督になった時にちょっと動画としても投げさせてもらったけどね、はい、うん、よっか、なんかね、やっぱ荻生監督の表情とか見る限り、うん、やっぱチームの雰囲気も良さそうやし、うん、オリックとこれ人間性めっちゃいい気がしてる。俺もあの動画の時ちょっといろいろ調べると確かにそんな感じする、うん、しかもセレッソ愛がかなり強い。いや、そう、なんかすげえ今良さそうやし、うん、乾も出したい、うん、俺あそこすげえなと思って。まあね、そのもうちょっとぐらいああいうスター選手って、うん、まあ、許されちゃうじゃないけど、うん、まあ、許してしまいがちやけど、うん、まあ、あそこをちゃんとこう出して、うん、まあ、言い方悪いけどこうひいきをしないじゃないけど、うんうんうん、俺いい監督なんじゃねえかなって俺思ってるけどね。まあベテラン選手ってこう良くも動くし悪くも動くしね。いや、そう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 、ね、そこをなんか、うん、まあ迷いなくじゃない、うん、迷ったかもしれんけど、うん、まあ、スパッと切った感じとか、うんうん、俺やっぱセレッソ俺いいなと、うん、なんか俺嫌いなんよね、やっぱあの犬以外じゃなくて、うんうん、おって学校とかでも部活レベルでもなんか俺うまいしみたいな、うんうん、特別扱いしてもらえるでしょみたいな、うんうん、俺そういうやつも大っ嫌いなのよ、うんうん、クラスで俺陽キャラだから掃除しなくていいでしょみたいな掃除はしろよ例えがね。いや、おったやん。まあまあまあ、おるね。なんか俺イケてやるし、うん、女子と話してていいでしょみたいな。おマジでね、めちゃくちゃ大げさやけど、いや俺ほんと知ればいいと思ってた。まあまあまあ確かにね、そういう人もいますけど、はい、まあまあそう、全然犬が飛ぶわけじゃないけど、まあ、そうそうけど、まあなんか、うん、あそこでやっぱひいき目とか知ってないんだろうなっていう、うんうん、どの選手も同列で扱ってるんじゃないかなと思ったのは素敵かなと思うんですよ、うんうん、ですね。まあ、あとはまあセレッソはちょっと結構若手選手がね結構活躍できてるっていう。今ね、若手いいのよ、西尾とかね、うん、西尾選手、まあ、マイクマ選手とか、マイクマ、うん、まあ、東福岡ですけどね、マイクマ選手の好調だったりが、まあ、まあ、今回松田力ね、力は若手ではないけどね、愛媛か、愛媛かもう移籍したし若手でもないし、愛媛かっていうところで、まあ、去年はね頑張ってましたけども、まあ、一番の自分の注目選手でいくと山田選手かな。山田、うん、山田選手もう14試合、今シーズン14試合でまあ4得点、はい、まあ、かなりね活躍、まあ、昨シーズンもすごい頑張ってたんですけど、今シーズンもかなり乗ってきてる万能ストライカーっていう。いやマジでそんなイメージあるよね、うん、まあ、世代別代表でもあるし、うん、なんか、まあ、山田と加藤、まあ、タイプはちょっと似通る部分もあるけど、うん、やっぱあの2枚入った時、うん、まあ、結構
動くやん、うん、裏抜けすごいするし、うんうん、シンプルに怖いのね。怖いね、うん、あの2枚になった時のこう瞬発的な動きっていうのは怖いなと思うし、うん、で山田の方が俺どっちかというと足元もあるイメージがあって、うんうん、加藤の方がどっちかというとこう飛び道具じゃないけど、うん、飛び出せる感じはもっとよりあって。確かに加藤はやっぱ裏抜きがすごい上手い。上手いよね。やっぱもうワンタッチでゴールできるうちにいけるのかなみたいなね、うん、なんかどっちとも日本人フォワードのすごくいい、うんいいフォワードってイメージがあって、うん、ザ・日本人フォワードって感じやん。そうね、なんかこうむちゃくちゃできるわけじゃないけど、うん、なんかこうちょっとしたスピードだったりとかアイディアでどうにかできる感じとかいいなと思うし、うん、まあ、途中交代でそしたらブルーノ・メンデスとかね、メンデス久しぶりに、いや久しぶりに、あの笑顔が見れるといいですけど、俺チューしようと思ってこのコロナ禍やけど、いやダメや、うん、あの降り立ってチューしようと思ってメネスに、うん、で、アリサポが出入り禁止になるかもしれない。やばいよ、もうそれですかなりの目やで。いやいや、もうそのぐらい俺愛してるから愛してるね、うん、あれ愛してるって、あ、たかしも、たかしね、まあ、たかしはもうやめましたけど、たかし以上やめよう、たかしももう、うん、あの清水が決まったんで、ね、そうね、うん、まだ取ろう、そっから、まあ今からもっとね、あの活躍してもらいたいですけど、はい、まあ、とりあえずメンデスもおるからちょっと楽しみなところはありますけど、はい、ありますね、まあ、で、牛で言うとさ、うん、長石君とか長石選手ね、あもうほんと元セレッソで、あとフルスで、フルス対決で最近ね、試合スタメン起用されて、かなり結構ね、好成分もありながらというところで、あまあこのままセレッソ戦もスタメンで来るんじゃないかと予想してますけ ど、まあ、その流れでちょっと予想スタメンの方に、ね、はい、いけたらと思います、じゃあ予想スタメンこちらです、スタートお願いします、はい、まあアビスパの予想スタメンが、まあ、ゴールキーパー先ほど言った長石選手、うわもうここ数試合ね、ちょっと長井選手がスターティングで、いいよね、いいパフォーマンス、かなりいいパフォーマンスしてるんで、まあフルス対決っていうところで、まあ長井選手で行くんじゃないかって言ったところで、まあフォーメーションとしては、まあ 4-4-2、うんうん、っていうところで、まあ、左からシチ、真ん中がミヤと奈良で、右が前島選手、あ左アレックスじゃなくて、左アレックスじゃなくてシチ選手ですね、あ、ま、アレックス、あ、また間違えた、かなりもうどっからいきなり今アレックスが出てきたか分からない、まだ俺の時代が止まってた止まりすぎやね、小5ぐらいで、かなり間に選手おるけど、アレックス、はい、右が田中裕介、田中裕介じゃない、左が、まあ、あの田中達也選手 で真ん中が中村選手、前選手で、うん、右がクルークス選手で、はい、まあ、フォワードがベンチーニョ、ベンチーニョと、うん、ファンマということで、あー、オッケー、いいね、ベンチーニョどんどん古くなっていく、いやちょっとあとあの頃見たいね、今見たいね、どんどん古くなっていくけど、まあフォワードがまあ安定の山岸ファンマで、はい、いけたらと思います、いや乗ってますからね、うん、でも今回スタメンちょっと僕もね、うん、ちょっと決めさせてもらったんですけど、うんうん、まあ、キーマンは僕も挙げるとやっぱファンマ、ファンマ、あ、結構俺セレッソがやっぱ弱いところって、うん、やっぱ横からのボールに弱い気がしてて、うんうん、そうなった時のやっぱファンマかなと思ってて、そうね、まあ去年もね、ファンマのあのゴール、うん、あったり、えげつないボレーシュートかのようなヘディングがね、うん、がありますよ、今年のファンマ、ファンマがこれ見に行ったもんね、ホーム戦もね、うん、セレッソの試合は、うん、いやだからファンマは結構俺は結構キーマンかなって今回思ってるんで、うん、まあサイドは田中、うん、縦に速いというかね、うん、やっぱセレッソ自体も縦に速いけど、うん、こっちも逆にカウンターでも効くと思ってて、うんうん、で特に、左の、田中がマッチアップするのが、うん、松田力、うん、で陸ね、うん、松田陸か、松田陸、はい、ね、そう、はい、で、まあ、そこがこうマッチアップした時にやっぱ、うん、結構松田自身も結構高い位置取ろうとしてくるから、うん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 、そこを一本裏ついて田中っていうのはすごく面白いかなと思ってて、でそこに山岸とかもうまく絡めれば、うん、まあ、崩せるんじゃないかなと、うんうん、セレッソ自体やっぱこう、まあ、失点は少ないですけど、うん、この前鹿島に3失点とかもしてましたし、うんうん、何があるか分かんないってところで言うと、ね、ファンマ、ファンマ面白かった、まあ、ファンマのゴールでいくとクルークスの左からのクロスでドンもね、全然ある、うん、あるのかなっていう感じですね、うん、はい、はい、まあ、ちょっとここは要期待ですね、期待です、はい、はい、スコア予想、スコア予想いきましょう、久しぶりやね、久しぶりのスコア予想、当たったら、はい、セレッソでのスタグルを、はい、おごる、おごる、帰りの新幹線の飯をおごる、はい、駅弁、超高い駅弁、当たったら、外れた当たった方におごる、当たった方にね、OK、はい、はい、俺は決まってます、2-1アビ、はい、
の勝ち、はい、俺は 1-0 やね、もう宇野津でもうあるセレッソ多分1点は決める。いやいや、もう正直1点セレッソにやられたら正直アビスは勝てると思う。いやいや俺は、うん、サポーターさん叩いてください。いやいや、もうこの最近のもう試合に行くとやっぱアビスはまた硬い試合続けれてるから、もうここ決められちゃうとアウェーでね決められるとなかなかきついと思う。そういう意見もあるね、はい、どういう意見もあるそれ。そういう意見もあるけどまあまあ勝ちますよ、はいはい、まあ、とりあえず勝つっていうところで、ね、そうね、うん、勝って、まあ、ちょっと負けるのだけは勘弁してほしい。もうさ、ね、みんなで行くしさ、うん、帰りのあれもあるし、うん、ゲロ吐きそうになるんだよ。まあね、まあね、うん、まあ、とりあえず、まあ、セレッソは5位でね調子がいいけど、アビスパもね、まあ、3連勝この間湘南戦で逃したけども、うん、調子は上がってきてるんで、5位を叩いてどんどんもう一桁順位にね組み込んでいけたら ね、いいですね。え、30日試合終わってすぐ帰るんだっけ？31日帰るんか。31日に、俺31ちょっとゆっくりしていこうかな。31に後週帰ります。いやそう、結婚式やね、はい、いや俺31何もなくなったよ、その撮影が入るかもみたいな話あったけど、うんうんうん、なくなったけ、うん、でそこでナンパしてる、翌日、翌日ワンセックス、いやワンセックス、いやセカンドレグ、セカンドレグ、ワンセックス、いやダメです、それはそのままピーです。もうセレッソもたまにね、ちっちゃい子もいるかもしれない、はいはい、そうやめてください、はい、それはもうセレッソの相手のサポーターさんも見てるかもしれないです。はい、まあまあいいやっても、まあまあ、ハーフが生まれてくるやん、アビスパとセレッソうん、その翌日はね、まあセガのレビューできたらいいんじゃないですかね。お待ちしております。はい。自分から行け。そうね。自分から行け。全然DM 開放しておきます。自分から行け。全然何でもお待ちしております。まあまあということで、はい、はい、まあ初のちょっとアウェー遠征というところで、もう楽しみでいっぱいですけど、はい、はい、まあセレッソ大阪のサポーターさん、はい、ぜひいろんなコメントと、はい、いただけたらと思います、はい、思います。お手柔らかによろしくお願いします、はい、お願いしますちょっと長い動画になりましたけども、はい、はい、まあご視聴、ありがとうございました。はい、まあ、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。はい、この君、はい、まあ、じゃあぜひ7月30日ヨドコースタジアムで会いましょう。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。